あ、僕は全然今日は写真とかそういうの一切というか、それはトークの時は見せたりとかもちろんしますけど、今日は写真とかなしでいきたいと思います。だから僕がいろいろというか15分短いですよ。だからすごいこの短い間で話すことを僕はこの15分間今から始まる15分間っておそらく僕の30何年間が生きてきた一番今の15分間なので、でおそらく何十億年続いてきた一番今の15分間なんで、全ては含んでるっていう意味で、僕の30何年間もここにいる皆さんの何年間も含まれた上でのこれからの15分っていう意味で、僕は本気で皆さんに今伝えられることを伝えたいと思っています。だからそれにこうして皆さんも本気で想像してみてほしいなと思って、はい、そんな感じの15分間をこれからよろしくお願いします。遠藤一郎です。それでタイトルを聞かれて、まずタイトル美術最高ってタイトルを送りました。びっくりマークつけて、だから美術だからもうそれがアート芸術、まあその言葉で取られることはないから何でもいいんですけど、やっぱりアート最高、美術最高で、動き行動それで全部最高って言うと、そんな宗教があったからまたなんかそんなになってくるけど、もうしょうがないよ。美術好きだし、それがこれから最強のなんかアート最強の感覚みたいな、そういうのが今ある現状とかどんどん変えていくものとして僕ら意識していろいろやっていかなきゃいけないと思うんですよ。でまして僕はそういう現場にいるし、そういうふうなことを意識してやってる。だから芸術最高、美術最高で、どういう美術かっていう、美術、美しい術です。何が美しい術なのかっていうのがすごい重要で、いろんな美しい術あるんですよ。いろんな美しい術あるっていう意味は、実は僕みんな一人一人が必ず美しい術を持ってるっていうふうに僕は思っていて、例えばダンサーの方みんなが持ってる美しい術っていうのがあって、例えばタコをあげる想像してください。夢のタコをあげます。一人一人が夢を思い描いて、一人一人がタコに夢を描く。でそれをつなげて、一本の線でつなげて連打にしてあげる。夢を例えばここにいる人たち全員、例えば十勝の小学校、191人いる小学校の子供たちの夢を全部つなげて空にあげる。それまでには1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生毎日あげる、毎日1年生のタコ、2年生のタコ、3年生のタコ毎日つなげてあげる、毎日つなげてあげる、毎日つなげてあげる。一緒に給食を食べて、で毎日放課後そこの場所の風、大地、いろいろ読みながら、そういうものをどん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 毎日含ませながら、その間何をしているかっていうと、少しずつ絆を結んでいっているんです。絆を結んでいって、最後191名の夢のタコが、夢が描かれたタコが全部つながって大空に上がる、無限の空に。すごい瞬間でしょ。この瞬間、タコっていうのが夢がつながって大空に、無限の空にバーって羽ばたいていく、とんでもない美術にグランと変わるわけ。とんでもない美術に変わるわけ。美しい術に、誰もが知っているタコが。で例えば46日間1日8時間46時間ホック前進をしてみると、初め一人なわけで、少しずつただホック前進してる、ただっていうか下から挨拶しながら、おはようございます、この状態ですよ、この状態、後ろの人見えなかったら立ってこの状態、この状態で下から上の人におはようございます、どうも、挨拶をしてる。そうするとだんだん、その差し入れが増え始める。毎日お弁当を持ってきてくるおばちゃんが現れる。
冬だけど石畳だから眩しかったら、毎日そこを通って通勤していくおじさんがグラサンを急に持ってきてくれる。そのグラサンもなぜかなんかスポーティーな感じで、こういうウルトラマンみたいなやつだったから、なんとなくできないなみたいな。でもなぜかマンゴージュースと乾物マンゴーが別の人から持ってこられる日とかで、少しずつ北前線一緒にやる人が増えてくる。少しずつ少しずつ増えてきて、最終日には100人以上の人たちが僕が北前進、僕がって言った北前進を終えるのをみんなで見守る。その瞬間何をしてきたかっていうと、絆を結んできてる。絆を結んできてる。でその瞬間北前進してるっていうこの状態がグランとものすごいとんでもない美しい術に変わるわけです。例えばタイで2週間裏路地で物乞いのおじさん、足悪くしてもう物乞いしか多分することない、足悪くしてして物乞いのおじさんがずっと物乞いしてる。ずっとこうやってカーンってずっとこうやってる。で隣にはいつも同じ犬がいる。2週間ずっと育てた。である日隣の缶にたまったお金で隣の屋台で肉の串を買ったわけ。ずっと物乞いしてこうやってお金集めてきて、隣の屋台でやっと買ったその肉の串、それを隣の犬にあげた。この瞬間おじさんのこの物乞い、この術、これはとんでもなく美しい術なの。ガランと変わっていくわけ。だから誰もが持ってる美しい術、その美しい術が何でもないことがガランとその美しさに変わった瞬間っていうのは必ず輝きが生まれる。日本列島に例えば今ここだけでこのぐらいの人数がいて、で日本列島に動いてるすごいたくさんの人が縦横無尽に動いてる、そんな美しい術を潜在として持ってる人たちがすごいうごめいてる。これってものすごいじゃない、赤血球のようにうごめいている。その人たちが何かの瞬間グランと美しい術を施して輝いている。そうすると日本列島はどん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 瞬いている。っていう術がこれから必要。でもう前提としてもはやこんなこと言うあれはないかもしれないけど、今言ってるのはまやかしでも何でもなくてとてつもなくリアルだってことです。実はとてつもなくリアル、その列島は。ってことは一人一人がこの粒、一つ一つのこの粒がとてつもなく尊いってことの確認になるんだ。とてつもなく尊い一粒だっていう確認になる。それがうごめいてうごめいて赤血球のように日本中、例えば日本だから日本の話、世界中にも及ぶけど、日本をうごめいて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 いくから、どん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 輝いていく。うごめいていくから列島は生き続けるっていうすごいリアルな話です。で僕は15音って言ったけど、まあ厳密にそれ15音かどうかっていうのはどっちでもいい話なんだが、今のこの瞬間もやっぱり一番続いてきた昔からずっと続いてきた一番先頭にいる、まあいろんな思想は輪廻転生とかそういう思想は一応抜きにして、とりあえず今この先頭にいるそれの前の10分間か15分間だったけれども、その出会いすらもものすごい絆を結んでいるはずなんです。最後この今のこのたった15分ぐらいの間を